1年の1回の楽しみだからもう総動員でした。ただその雰囲気が楽しくって、私たちも浴衣着せてもらって、新しい下駄を履いて、やっぱりその昼前陣と一緒なんですよね。派手さはないけど、なんかじわじわ味が出てくるというか、すごいところがあると思います、真庭市北部にある蒜山地域は観光業が栄え、岡山県内外から多くの人が訪れています。また堆積した火山灰の土での野菜の生産、ジャージー牛の放牧など、蒜山の地形や涼しい気候を生かした農畜産業も盛んな地域です。そんな蒜山地域には古くから伝わる文化として大宮踊りと呼ばれる独特の盆踊りがあります。今回は大宮踊りに迫ります。大宮踊りは蒜山地域の各地区の神社やお堂などに住民たちが集まって踊る盆踊りです。夜、灯籠がほのかに照らす場所に歌い手の音頭取り、伴奏の太鼓叩きが立ち、輪になった人たちが歌と太鼓に合わせて優雅に踊ります。古風な形式を残す盆踊りとしての価値が認められ、平成9年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。大宮踊りの歴史は古くて、少なくとも室町時代ぐらいまでは遡ります。室町時代には風流踊りっていう、風流と書きますけれども、非常にしなやかに柔らかく舞を舞うように踊るっていう踊り方が主流でした。それともう一つは鎌倉時代に念仏踊りっていう、念仏鐘を叩きながらお経を唱えて踊るっていう、そういう風習もありました。そういった要素が今の大宮踊りにはどちらも入っていますので、少なくとも江戸時代より前の時代から行われていたということが想定されるわけです。大宮踊りには3種類の踊りがあります。ゆったりとした速さの葵、葵より少しテンポの速い獅子、そして仮装して杵や念仏鐘、キュウリなどを持ってユーモラスな動きをする天狗と呼ばれる役が登場する招きです。天狗というのはですね、天の狐と書いて、神様のその力を持っている狐とされています。特に五穀豊穣や子孫繁栄を司る神様の狐とされていまして、特にその天狗の今6人出てきますけれども、それぞれのその動きの中には五穀豊穣や子孫繁栄を強く祈るという所作が含まれていますし、天狗を行う時にはそのかつては白い手ぬぐいをみんなこうかぶるということがあって、これは白い狐白狐を表現して、みんながその狐の世界に仮装しながら五穀豊穣を祈る、子孫繁栄を祈るという形であったと想定されます。大宮踊りの保存や検証、普及を目的として、昭和11年に大宮踊り保存会が発足しました。平成28年で結成80周年と、長く大宮踊りを伝承する活動を続けている保存会。現在では、子どもの頃から大宮踊りに親しんでもらいたいと、地元の小中学校に出向いたり、地区の集会所に子どもを集めたりして、踊りの指導をしています。数年前に全国の盆踊りのなんか大会みたいなのが笠岡市であったんですけど、その時に全国の有名な盆踊りを見た中で、私が感じたのはやっぱり蒜山のこの大宮踊りいうもんが歴史的にも古いし、文化的にもすごい価値のあるもんだというのを身に染みて感じたんで、やっぱりその時にこれは一生懸命残していかなきゃいけんなという自覚を持ちました、地区の人たちの交流や情報交換の良い機会となっていた大宮踊りは、かつては日暮れ頃から深夜2時から3時頃まで踊られていたと言われています。明るい場所や日中ではなく、灯籠の明かりが照らす薄暗い中で踊ると大宮踊りらしい雰囲気が出て良いそうです。
これはね、まあ、ぜひ、まあ、いろんなところで踊ってくださいとかいう話もあるんですけど、やはり蒜山の地元で、夕方日が暮れてこの明るい灯籠の下で踊るのにね、その味があるんですよね、うん、だけどぜひ本当の大宮踊りを味わってもらうにはやっぱり地元に来ていただいて夜会場で見てもらいたい。灯籠の周りに吊るされているのは尻毛と呼ばれる蒜山の伝統的な切り紙細工です。大宮踊りの会場には必ず吊るされています。保存会の尻毛部会長を務める三鴨栄さんは、週に一度の教室をはじめ地元の小中学校に出向いて子どもたちに尻毛作りを指導し、その魅力を伝えています。それはもう私が最初に尻毛に出会ったのは5つか6つ、本当に子どもの頃だったです。杉の子たちの闇の中で、今みたいに電気がなかったから、ろうそくの明かりだけで揺れているっていうのは、なんか夜闇に咲いた白い花のような気がして、もうその時からすごいものが蒜山にあるなと思って。そうですね、机に傷がつかんように厚紙を一番下に敷いて、その次に黒い紙、その次に本命の美濃塩三姉妹、それから下絵を重ね、ある程度ちょっと厚みができます。それをカッターでくり抜く、それで彫る。昔から尻毛を彫るって聞いてました。はい、楽しみながら、そしてまた蒜山独特の文化を受け継いでもらうんだから、誇りを持って彫ってもらいたいなという気持ちを込めてやらせてます。大宮踊りの音頭では「ウアハンヨー」という聞き慣れない詩が歌われます。掛け声などでよく聞かれる「ウアハンヨー」という表現は、「イヤハンヨーますます繁栄しますように」っていうふうな表現の古い言い方になりますので、かつてのものが残っている可能性は高いんじゃないかなと思います。この「ウアハンヨー」という言葉を取って数年前に発足した宇和半会という若者のグループがあります。宇和半会は保存会とも協力して地区の大宮踊りの準備や子どもたちへの踊りの指導などに励んでいます。そうですね、だから上手な子なんかも小学生でも自分らより上手に踊る子もいますからね、やっぱりそれ負けちゃおれんと思ってみんな切磋琢磨してやってますね。こうお年寄りの方にお話聞いても、まあ昔の方が賑やかですごかったんで、できればそういう賑やかさを取り戻したい。絶対よそに出るじゃないですか、その子らが蒜山に帰ってきてほしいんですね。夏だけでもいいですから、それからまあ戻って自分がやるぞっていうような楽しい会にして、それは蒜山全体のどうじゃ、まあよそから来られた方してもですけど、ね、一つ楽しい やることの行事、これことをね、ずっと大宮踊りを通じて皆さんに知っていただきたいですね。最初はもう天候が何かわからないんで、ちょっと練習するのに苦労しました。それは、両方楽しいですね、はい、伝統とかは僕も大事だと思うんで、大人になっても自分の子供たちとかにもしっかり教えていきたいなと思います。蒜山の人々の思いが込められ踊られる大宮踊り、これからも地域の大切な行事として世代を超えて受け継がれていきます。